しもし、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。Guten Morgen and guten Abend。Guten Abend。ドイツに住むオペラ演出家、ツリエツことツリアンナエツコがお送りするボイスブログ、音楽のあるオペラと南ドイツ生活です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、初めての試みとしまして、フルーティストの恩田美香さんと、つないでいます。恩田さんは今、日本にいらっしゃるんですけれども、ドイツでねお勉強されていた本当に美しく素敵な、ピアニスト、ごめんなさい、フルーティストでございます。恩田さん、どうも今日はありがとうございます。こんにちは。そしてありがとうございます。実はそうなんです、今日ね5月3日が私の誕生日でですね、わーすごい、初めからいきなり初頭にそんな美しい音色を聞かせていただいて、わーいわーい、嬉しいです。今日はおめでとうございます。ありがとうございます。去年はねもう本当一人きりで何もなんかできなくって結構こう寂しい、そう、誕生日だったんですよね。あのね、結構こうロックダウン始まってすぐの頃でなんか、だったんで、こうね、インターネットを介してこう皆さんにね、なんかこんな風に祝っていただけて本当に嬉しいなと思いますね。そうで、私も実はフルーティストだったんですけど、本田さんはねもうねずっと続けてらっしゃってね、本当に綺麗な音色でいいですよね。そうなんですね。先輩との出会いはフルートがご縁なんですね。そうなんですよね。実は私たち一緒の音大に通ってた時期がね2年ぐらいあるんですよね。同じ先生に習っていた、ね、同じ先生習ってたんですよね。非常に恩師、大恩師でですね、彼がいなかったら私は演出とか、まあ、指揮者になり大学入った途端に指揮科に行きたいとか言っちゃってですね、先生がまあ棒が棒に変わるのかとか言って、フルートも棒って言われてるんで、まあ、棒が棒に変わるのかまあいいんじゃないかとか言ってくださって、さらに ドイツに受験する時も本当はね指揮者になるつもり半分で音大受験を目指して大学を探しにドイツに行って帰ってきたら急に演出家に入ることに変わっててふうまた変わるのかまあいいんじゃないとか言って、好きなことはやった方がいいよとか言ってですね、何の普通はね、なんかこうほら自分の楽器のさ生徒が突然に楽器変えるとか専科変えるとか言ったら反対する先生多いと思うんですけども、うちのね大友太郎先生はですね非常に寛大でね、本当に理解ある先生でね、やりがけって、そう背中を押してくださってね、先生でね、そんなところでのびのび育った伸び伸び育ってきましたね、二人とも ね、そうです、やりたい放題にそう。で、恩田さんはね2年ですぐに飛び出したんですもんね、日本をね。そうなんですよ、2年で飛び出して、そのねおおらかな大友先生から海外もいいよって言われて、ドイツに行くと野生のハリネズミがいるんだよって言われたね。この間見たよ、なんかちょうど3日前ぐらいにね、そう夜自転車を走ってたらですね、なんかのこ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 って、本当に普通に歩道、歩道の脇にドイツって結構なんかちょっとなんか芝生みたいなのあるじゃないですか。でそこのところを、そうそう、自転車が通る歩道と歩く歩道もみんな全部整備されてるんですけど、そこをねトコ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 って歩いて、その芝生の中になんか物を食べに行く姿が見えて、最初なんか丸いのが、そうなんか丸いのがいる、なんだと思って、でこう自転車を止めてね、なんか自転車のライトをね当てたら、そうハリネズミがびっくりして止まってね、なんかずっとご対面してました。ハリネズミいるんだよね。
そうそう、そのね、誘いについつい、ハリネズミ。疲れて、ドイツに行っちゃった。行っちゃったら結構大変だったね。あ、ハリネズミが、もう一番の、なんか、餌だった。そうなんですよ。うん、まあ、真面目なね、先生からの誘い文句もあったんですけど、私にとっては、え、ハリネズミいるんだ。ついつい行っちゃった。あ、そうかそうか。で、私たちのその大友太郎先生も、うん、昔ね、あのドイツで勉強されてた先生だからね、うん、ドイツがやっぱりご縁の、はい、あのクラスですよね。そうですね、うんうんうん、で、行った都市はどこでしたっけ、うん、行った都市、最初はね、フライブルクっていう南ドイツのところに行ったんですよ。そっかそっか。で、語学学校に通いながら受験する音大を探すっていう作業になって、まあ、いわゆる一般的な音楽留学だと割と先生が手引きをしてくださって、はいはいはい、で、先生がまあ知ってる先生に紹介してくれたりだとか、うん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 、まあ、日本で講習会というか、ね、マスターコースを受けて、うんうんうん、で、習いたい先生を決めた上で、うん、ドイツに渡る、まあ、ヨーロッパに渡る人が多いんですけど、確かに先生って本人主義じゃないですか。そんな丁寧なことはしないよね。そんな丁寧なことは道を見つけろみたいなね。まあ、いくつか先生ピックアップしてくれたことはあったんですけど。そうなんですか。でも、一応、でも、なんか何もない状態で、まあ、フライブルクは練習室があるからいいらしいよ、みたいな話を聞いて、まあ、そこに行ってみて、っていう感じでしたね。え、フライブルクの練習室っていうのは学校の練習室？まあ、語学学校に練習室があるから、そこは、まあ、使えるよっていうような、そんな緩い感じの話でした。語学学校なのに音楽の生徒のための楽器の練習室があるってことですか？うん、放課後になんか語学学校で練習してもいいよみたいな感じでしたね。へえー、そうなんだ。だから割と、うん、そういう風になってたみたいで、楽器の人は多かったです、実際。あ、なるほど。みんなで放課後練習しようかみたいな。へー、あ、じゃあ語学学校の生徒さんって普通結構まちまちじゃないですか。いろんな全然違う4大の勉強に受験生とか、なんかね、あのこう移民の人とかいっぱいいるけども、フライブルクは結構音大受験生が多かったってこと？多かったかな。なるほど。練習できるの大事ですもんね、結構ね。そうですね、あの結構だ、ね、騒音問題とかドイツも結構ありますもんね。うん、うん、そうなんだ。実は私フライブルグも、うん、受験、あの大学、私も音大を探すときにはですね、もうバックパッカーでですね、あのドイツ級の音大を全部洗いざらい、あの訪ねて回って式の先生に会うっていうことをしてたんですけど、その時にフライブルグの先生が結構良くて、でフライブルグになんか数日間いたんだけども、学生でもないのにフライブルグの音大の練習室に勝手に潜り込んで練習してました。練習してました。結構ね、甘いんですよね、まあ、ドイツってね、あのね、結構入れちゃうみたいな。勝手に宣言して、ね、うん、学生っぽければね。うん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 、そうそう。本当はいけないんですけどね。うん、あ、そうなんだ。バックパッカーみたいに問題を探してさすらったんですけど、やっぱり私も同じで、うん、リュックサックの中に金のフルート隠し持って、いろんな音大をね、回るっていうのがありましたね。で、結構優しいんですよね、先生たち、本当。うん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 。あれですか、音大受験するときって、うん、大学のやっぱり そこの学校の大学の教授にもコネクションをしておかないと受験とかは全然こう無理みたいな感じなんですか？やっぱりあの受ける前の段階みたいなので先生の前でフォアシピールっていうのをするんですけど、そのフォアシピールをすることで、まあ、その場で、うん、受かる可能性がどれぐらいあるかみたいな先生すごい教えてくれるんですよ。うん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 、で、あの、まあ、頑張ったらいけるんじゃないとか、うんうんうん、来年は秋、あの、卒
業生の数分しか補充しないから、空きがまあ全然出ないから、その半年後だったら可能性があるよとか、かなりはっきり教えてくれるんだよね。ちなみに卒業、ちなみにさ、一つの音大のフルート化って、ドイツはまあ大体ほとんど国立音楽大学で、学校の規模が日本でいう、例えば武蔵野とかみたいな、こう、マンモス校なことは全然ないんですけど、どれぐらいなんですか、フルーティストが毎年入学する人数は。それこそその年によって違うけど、3人とかじゃないかな。あ、そうだよね。だから多分その3人の中に入れないといけないっていう感じなんですよね。日本だと武蔵野音大とかだと40人とか50人とか1年もっと入りますもんね。うん、すごい数入りそう。ですよね。だからかなり狭きもんなことは聞きますよね。で、あと学校によっては先生が何人かいたりすることもあるから、で、その先生の、あの卒業生の数分しか、なんていうか、それぞれの先生のところの数分しか補充しない感じですよね。マックスの数は1人当たりの先生によって決められてるから、その分しか入れない。ってことは、その入りたい先生のところにフォーシュピーレンに行かなきゃいけないんですね。行、けない。で、フォーシュピールをするにあたって、多分日本でね、留学することを考えている、まあ、若者たちは、なんかコネクションがないといけないんじゃないかって思うと思うんですよ。でも私は全然なくって、電話帳とかインターネットで先生の家の電話番号を調べて、直接電話かけて、それこそまだ全然ドイツ語喋れないから、私、オンダミカ、日本から来た、笛吹きます。あなたのレッスン聞かせていただけますか言うと、先生なんかすごい親切なんですよ。あの、この段階で邪険にされたことはね、0回でしたね、正直。あ、そうなんだ。あ、結構その拙いドイツ語で電話をかけても結構みんな親切にしてくれる。そうなんですよ。あ、そうなんだ。で、むしろ直接電話かけてきた日本人珍しいみたいな、なんか面白いやつ来そうみたいな、そういうムードが正直あった気がしましたね。私はちなみに大学に入る前とかはまだ本当にドイツ語ができなくて、電話なんて怖くて電話できないから、もう直接学校に行ってそこで、この私はだったら例えば指揮の先生か演出家の先生なんだけど、その先生はいつ来るって聞いて、でいついつ来るよとか、今いるよとか、あの部屋にいるよとか言われて、そこで待機して先生が来るの。それでそこでもうぶっつけ本番、すいません、今日本からこうやって来てて、あのクラス見たいんですけど見学させてくださいとか言って見学させてもらって、終わった後にちょっと時間あるからじゃあ話してあげるよとか言われて話すとか、なんかそういう感じで、も私はもう直接攻撃でしたけど、当たって砕ける系ですね。先生にも都合あるし、そうちょっと電話は怖くて、まあ、それでまた明日おいでとか言われたら明日来るかみたいな、っていう感じで、そうなんですね。いろんな都市に本当南北、まあ、先輩もそうだと思うんですけど、北南縦横無尽に行ったから、ちょっと、あのできるだけ確実に会いたい。あ、そっかそっか。あの、まあ、電話してそういうふうに問い合わせすると、じゃあ何時にどこどこっていうとこ来てねとかって先生の方で指定してくれるんですね。で、あの、それ聞き取れ先生だと、あ、一応大丈夫だった。すごい優しい先生だと、日本人の弟子さん、お弟子さんで準備しておいてくれたりする。そっかそっかそっか、通訳にね。そう。
そうなんですよ、優しいの本当に。で、まあ先生のそういったレッスンを見学させてもらって、うん、でその後なんか一曲吹きなさいって必ずなるんですよ。はい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 。うん、で、ドイツだと、うん、どこのに大学行ってたのとか、誰先生習ってたのとかね、全然あんまり気にしてないみたいで先生は。うん、でその後、うん、いかにあなんだろう。あのアピールできるフルートでね、実技でアピールできるかっていうことと、うんうん、またね先生のこの相性があるから、うんうん、その上手下手だけじゃない部分の先生が見てらっしゃるから、うん、そういうところで、うん、あのこうグッとお互いビビッとくるかっていうところが多分大事なんじゃないかなと思います。そのビビッとくるか来ないかっていうのは人間性がってことですか、性格が合うか合わないかっていうか、伸びしろがあるかなんじゃないかなってちょっと。ああなるほどなるほど。じゃあそのフォーゼンゲンで一回ひ、うん、吹いた後に何かこう注意されてちょっとここ直してみてとか言われるんですか。そうそう。ああなるほどなるほど。でそこでちょっとレッスンが入ったりして、はい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 、でその場でまあ対応できるかとか、どれぐらいよくさせられるかとか、はい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 。で日本の試験と全然違うなって思ったのが。うん、正しいこととか全然求められてなくて、うん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 、自分の言いたいことがあるかどうか、うん、あそうか、この音楽の中に、はい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 、はい、主張したいことがあるかどうかの方を見られてるなって思いましたね。なんかそれはすごいわかる気がする。私がね、うん、あのベルリンの大にいた時に、演出科学館だったんですけど、副科でねピアノの授業があるんだのですよ。で一人ね1週間に15分ぐらいしかレッスンしてもらえないんだけど、たまたまのベルリンの先生は結構本当に素晴らしい音楽オペあのピアノの先生だったんですよね。普通あのそういう副科のピアノのレッスンを先生する人って結構こうちょっとピアノの教授としてもこう二流三流の人が多いんだけども、あのベルリンのハンス・ライスの場合は一流のピアノの先生があの副科の子も受けていて、その先生が私が最初まああのほら日本の音大受験するときにさベートーベンのソナタとか弾くじゃないですか。それでそれを向こうでも弾いたの、うん、初めての授業、うん、そしたら、うん、君手は回るけど音色が全くないって言われて、で私は逆にびっくりして、ピアノに音色なんて先生から言われたことないみたいな、でピアノに音色あるんですかって言ったら、そりゃあるよって言われて、一応音色は変えて弾かなきゃダメだよって言われて、え、ピアノって指が回ればいいんじゃなかったんですかみたいな話になって衝撃衝撃だったです。でそれから日本とドイツの差の衝撃です。なんかそう、へうん、ね、なんか違いますね、らしいエピソードかも本当に。そう、それからなんか間違えてもいいってことなんですよね。なんか間違えるよりもなんかこうなんかやっぱり感受性とかやっぱりその音を通して何を伝えるかってことなんですよね、うんうんうん、きっとね。うん、そうですね、確かに、うん、あ、すごいいい話、なんか真面目な話じゃない今日今日って今日もうちょっとなんか楽しい話をするはずだと思う。今日はしかして、まあ、いつもなんかこんな真面目じゃない、まあ、これから少しずつまたね、恩田さんにも来ていただいて、こうなんドイツの話とかを聞かせていただきたいなと思ってます。じゃあ今日はこんなところで、してですね、また次回ぜひぜひ恩田さんよろしくお願いします。今日はありがとうございました。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。アビダゼン、チュース。アビダゼン。